本戦が始まった。ベッカ率いるチーム火影の1回戦の相手は東北最強の格闘集団クー。その先鋒戦三鏡対大黒の対決は大黒のスピードに回転力を加えた棒術の凄まじい破壊力の前に三鏡は苦戦を強いられる。扇風機の止め方を知っているかい？答えを見せてやる。鉄拳不発土門の切り札。受けてみよ！合本撃！扇風機を止める方法、それは何？バカな、我が奥義を受け止めているだと？似てる。大月を一つ残らず。しかし触っただけで吹っ飛ぶんじゃ。あ、そうか、分かったぜ。扇風機を止める方法が、高速で回転する羽に触ろうとするとどうしても怪我をしてしまう。だが回転の中心を正確に抑えることができれば羽は完全に停止する。それと同じで棒の中心を円錐で抑えることで回転力を無効にしたんだ。突き出される棒の中心を正確に剣で突き返すなんて恐ろしい剣技ですね。うん、あの技師範代、もしも奴の師匠が俺の想像通りだとすると大黒は勝てん。だが負けるわけにはいかん。究極奥義千本撃、これでどうだ。うりゃー。愚かなのは君だったようだな、大黒。いい加減蹴りをつけさせてみる。僕の剣は相手の動きを凍らせる。やはりあれは剣心と歌われた巡り強座の氷門剣。こんなところにあの魔剣の使い手がおったのか。三鏡君は避けながら相手の攻撃パターンを記憶していった。彼から見れば大黒の動きはすでに止まったも同然。三鏡の勝ちだ。君は決して弱くなかった。だが僕にとってはやはり曲芸だった。まだ1勝しただけだ。油断して、もし柳さんになようやったね、この恥ずかしい連中だ。三鏡時、普通に戦ったら4人のうちおそらく最強。味方になるとこれほど頼りになるかも。大丈夫、大黒。化け物だ。全く動きが見えなかった。気に病むな。相手が悪かっただけのこと、後の連中で挽回すればよい。次出ろ。南を油断するなよ。分かってる。2番手南を行きます。それではこれより地方戦を行います。チームクー南を、チーム火影石島土門。トイレにでも行ったか？石島土門選手いないんですか？まったく、早く出てこないと不先輩にしますよ。あ、ちょっと待ってくれ。多分その辺で。なんだ？何この曲。赤コーナーより石島土門選手の入場です。みんな応援よろしく。ふざけんな、あの野郎、行列じゃねえんだぞ。そうだよ、あの野郎真面目にやれ。目立ってる目立ってる。はっとんとや、うお、燃えろ。おいおい、なんか勘違いしてねえか？なんちゅう恥さらしい。ちょっとかっこいい姫。リングが俺を呼んでるぜ。なかなか見事な筋肉だ。力はありそうだな。降参するなら今のうちだぜ。いや、そうもいかんのでな。なんだあいつの体。土門とは対照的ね。これは楽勝でいけるわ。それでは、土門対南尾、地方戦始め。こりゃ楽勝だぜ。決まった。何？くそ、この何やってんの。くそ、何なんだこいつの体は。手応えが全然ねえ。まるでスポンジでも殴ってるみてえだ。だっせー。どうした、もう終わりか。全然効いてねえ。うっそ、石王の鎧も壊したパンチよ。なぜだ。俺の体はゴムみたいに柔らかくて、どんな攻撃でも無力化してしまうんだ。何あの腕。ひょーそんな生クラパンチ食らうがよ。そうかい。お、腕が伸びた。ひょーくそーほっとわー。ひょ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 。このなんつう体の動きだ。ありゃダメだ、土門じゃ避けらんない。南魚の体はゴムのごとく柔軟。拳は無知のようにしなり伸び、神出鬼没となる。土門さんには防ぎようがありません。だせ野郎だぜ。あいつ他で一番弱いんじゃねえの、このウドの大木が。いざさっさと殺しめ。タイヤうるせえ。空港秘密兵器使うんだよ。フーコ、お楽しみは最後まで取っとくもんだぜ。ウルトラマンのスペシウム光線だ。何をわけのわからんことを言ってる。これでおしまいだ。あうせえ、審判の姉ちゃん。はい。さあ、続きだ。まだ試合終了のゴングは鳴ってねえぜ。もうやめてよ、ダノン君。それ以上やったら死んじゃう。姫。そうね。やはりここはドモン君を探す。邪魔しちゃダメだ。フーコ。あいつは必ず勝つ。あいつは今まで自分の力のみを頼りに生きてきた。自分の強さだけには絶対の自信を持ってきたんだ。だけどクレイの前ではまるで歯が立たなかった。しかもライバルと思っていた烈火はどんどん強くなっていく。あいつの自信は粉々に砕かれた。あいつは今必死なんだよ。強くなって自信を蘇らせたいんだよ。あいつにとってこの大会は自分を取り戻すための戦いでもあるんだ。誰にも止める権利はないのさ。フーコ、おめえの言葉信じるぜ。どうも見せてやりな、あたしらの特訓の成果を。本当にまだやる気なの？構うことはねえ、ぶち殺せ。同情もいい加減にせんと命を落としてしまうぞ。ギブアップしろ。さっさと死んじまえ。どうせ仲間もおめえのことなんざどうでもいいと思ってるぜ。とどめだ。終わったな。ドボン。しかしあの動き、明らかに人間離れしている。訓練だけであんな動きができると。もしやあの男。どうかしたんですか、カゲロウさん。あの男魔道具を持っている。え？でも相手は素手だよ。どこに魔道具なんか。よくわかったな。口の中に入れてただと。魔道具なん。口の中に含んでいると体が異様に柔らかくなるものよ。そういうことだ。へっ、そういうことね。そいつを聞いて安心したぜ。ドモン。ドモン。だってよ、なんも持たねえ普通の人間相手にこっちだけ魔道具使うってのはなんかかっこ悪いだろう。頑丈さだけは人一倍だな。だったらこれで人思いに楽にさせてやる。死ねえ。俺は花火師や三鏡より弱いかもしれねえ。確かにそう思った時もあった。でもよ、そう思ったらここで負けなんだ。くちばしよ。あれは確か三馬鹿兄弟くちばし丸の魔道具。特訓の成果見せてやりな、ドモン。行くぜー、暗闇。お前どこ投げてんだ。ここだ。南尾。信じられん。あの魔道具を手足のように使いこなしている。バカな、あいつは役立たずのクソ野郎のはずだ。あいつは今日まで必死になって特訓してきたんだ。くちばし王はもうドモンの体の一部なんだよ。ボンレスハム状態だな。ぐにゃぐにゃしててもそれだけ締め付けりゃ肉も固まるだろう。俺は必ずか。それでこそ鬼のドモンだ。だがくちばしを出すのが遅すぎてな。勝ったドモン。両者 KO よってこの試合引き分けです。まずは頭を良くする必要があるようだな。ありゃ役に立たんやっちゃの。1勝1分け、なかなかの出足ですね。館に侵入した時よりは腕を上げているようだが、その程度で勝ち上がれるほどこの武才は甘くない。よっしゃ、次行こうぜ。とにかく負けはねえんだ。このまま行けば。油断するな花菱。確かに次の3回戦はこのまま行けばフーコが勝てるだろう。だがその後の4戦目、お前の相手最長が問題だ。見た目は弱々しく見えるが相当の実力の持ち主のはず。そしてそれ以上に空海、奴にはただならぬものを感じる。奴が出る前に決着をつけるんだ。ああ、分かってるって。ま、どんな野郎かやってみたい気もすっけどな。フコが負けりゃどっちにしてもやる。ローリングエンバー。失礼しちゃうわ。誰が負けるんだって。なめんなよーと。てー、このおてんば。まあまあ烈火君、フコは泣けないよ。なあ、せいね。烈火、彼女はすごいわ。私たちの想像以上にね。続きまして、第3戦スタンバイお願いします。何やってんだ。大草行きよってはこの程度かや。戦ってもいないくせに何を身勝手なことを。ただのガキどもでないから苦労してるんだ。申し訳ない師範代。我らは不甲斐ないためにこのような。大国南を最長。はい、神。はい、うん、皆様ご静粛にお願いします。ただいまルーの主将空海選手が何か行う模様です。欲しいか審判の姉ちゃん。いりません師範代。どんな相手だろうが我々は必ず勝つ。風の名を轟かすためにな。口だけなら何とでも言えるぞ。ガキ相手に孫ついてて勝てんのか。仏の空海ったらただの楽手じゃ。やーにゃうるせえぜダニども。藤丸。ま、言われてもしゃあねえか。勝たなきゃ意味ねえんだよ。貴様らは恥だ。それでは中堅戦を行います。チームクー藤丸。要は勝ちゃいいんだよ。どういうやり方でもな。見てやがり。チームほかげ桐沢風子。さて王手をかけてやるか。中堅戦始め。ミルクの身の軽そうなやつだな。ああ、この勝負スピード対決になりそうだな。まあ姉ちゃん、おめえ父のサイズいくつよ。はあ、父だよ父。一体どれくらいあんだよ。教えてくれよ。何言ってるのあの人。脳みそ腐ってんじゃないの。あんたバカ。知りたいんだよ。それによっちゃ戦い方も変わってくるしよ。聞いて驚くな。バット87のナイスバディよ。それがどした。それじゃなかなか無理だね姉ちゃん。見たいね87の父。お客さん方もそうだろう。いや、まだやってみたい。何言ってやがんだあいつ。黒つな。よし決定。ストリップ劇場の階段だ。いいね。俺は父のでかい女が大好きなんだ。愛している気持ちがプリのピッチピチ。こいつはすげえ。藤丸の野郎、なんつう汚ねえ手使うんだ。ちらりと見えてるバストとヒップはラッキーだけど、あれじゃフーコは手も足も出せねえ。くそ、どうすりゃいいんだよ。次回爆裂乙女の肌の秘密。俺の心が、あ、いかん、鼻血が。